あ、For always cheering me up。 つまりこれ訳したいかなって言うんだ。いつも元気をもらってますだって。 Always cheering me。 Cheering は元気をもらうなんだ。 Up？ あー、Thank you。 え、タッチくん、Thank you。 あ、ありが、Thank you。 ありが、Thank you。 やめてください、ストップ。いや、それもいいよね。それはあの、会長ズイングリッシュ。イングリッシュ。普通に、ね、あの、ココ先輩は、英語喋れるから、あれやけど。ええよね。タチくん、センキュー。え、ハク社長くん、センキュー。ガッキーくん、センキュー。いや、めっちゃ見てたもん。いや、なんかさ、ちょっと今だからこそちょうど言いやすいから言うけどさ、そのなんか、ココ先輩が、卒業なさる、ちょっと前とかによく話してるの見てたんだけどさ、なんかもし今後、6期生とかが、来た時に、その自分のことを知らない、人たちが来るんだよね、みたいな。まあもちろん、その、なんだろう、ずれてしまってる、時期がずれてしまってるから、お会いしたことはないし、そう、一緒に何かをできたこととか、こう、なんだろう、お話ししたことはない。その、ま、裏でのって言うとちょっと変な感じになっちゃうけど、なんかその、先輩としてのココ会長は、ココ先輩は知らないけど、もう知っとるよって思いながら、そう、見てたよね、配信を。もちろん知ってますよ、と。朝ここから知ってますよと思って、小屋たちは6期生だからさ、最近そのね、結構近いじゃん、卒業から入るまでが、からまあまあまあ知ってますよって感じだけど、例えばだよ、わかんないけど、例えばまあ7期生とかがさ来たとしても知ってるよって思いながらね、そう、知ってますよって思って聞いてたね。そう、まあ、こよは一般ホロリスナーだったのもあるかもしれないけど、そう、ありがサンクスよね、ありがサンクス。